業界展望ウィークリーですこのシリーズでは電気事業制度を中心とした審議会について解説します本日は7月15日の週に開催された審議会2件のうち1件を解説いただきます本日もよろしくお願いいたしますはいお願いしますでは最初はですね最初は1組だけですね第64回の再エネ大量導入実際電力ネットワーク消費ということで今回アジェンダは1つですはい。はい でまあ、あの今後の再,再エネ政策に関するヒアリングということで、まあ、次期エネルギー基本計画の策定における、まあ、再エネ政策に応検討するにあたって、関係する業界団体のヒアリングの実施を、えー、としましたと、まあ、これから着手しましたということですねで。今回4つということで、太陽光発電協会さん、日本地熱協会さん、そして再生化エネルギー長期安定電源推進協会、いわゆるリアスプスさん、そして電池連さん、電気事業連合会さん。でまあ、今後、引き続き他の関係する団体だとか、シンクタンクからもヒアリングを実施するということになっています。 で、えっと、太陽光発電協会さん何の話したかというと、まず国内の太陽光発電導入目標ということで、まあ、2030年46%削減に向けてということで、今第6次の延期における30年の太陽光見通しては103.5から117.6ギガワット、まあ、AC ベースですね。で、電源構成では14から16%で相当すると言われています。で、22年度末はこのうち約71.2ギガワット、電源構成の8から9%という進捗ということですね。 で、ま、ジェピアさん、大国発電がジェピアさんって言いますけど、ジェピアさんとして、ま、策定した新ビジョンでは、2030年の新たな目標、125GW っていうのを設定してるんですけど、そのためには各種課題の工夫が必要とされてます。で、太陽発電が主力電源となるためのチャレンジ的な課題ということで、まあ、2030年までにはフィットから自立した主力電源となることが必要で、そのためには6つの課題チャレンジがあるとしてます。で、それは2つに分けていて、フィットからの自立として、えっ、ー、と、3つ。コスト競争力向上、価値創出、で、電力市場への投組。 で、主力電源の土台として、系統制約の確保、これ空き容量とか調整力の確保、それと、長期安定稼働、そして地域共生ということになっています。で、えっと、ジェピさんの方で PVR トレック、まあ、2350っていうのを作ってるんですけど、まあ、6つの課題、チャレンジの克服により、達成可能となる2050年までの導入目標を一定の前提条件や算定方法によって、4 0 0ットと、まあ結構チャレンジングな目標を設定しております。 で、この目標達成には、建物設置の普及拡大だとか、地域共生に基づく営農型等の導入拡大が不可欠とされています。でそのための設置場所としては、例えば建物であれば、え住宅、小建てえ、集合、BIPV ですね。あるいは非住宅、は集合住宅とか、商業施設とか、公共施設とか産業施設みたいなので。地上設置は施設用地とか、駐車場、道路、空港、鉄道関連、公園、山林など。で農地については、工作地とか、公廃農地ということですね。あとは水上とか、いうことになっています。 で2030から35年のこの目標を達成するための課題とチャレンジについて、まあ今言った6つの課題に住宅太対応庫を超えた7項目について国、広域機関、事業者、需要家そして業界団体として必要な取り組みについて必要な施策とか取り組みについて整理したものを提言されているというところです。で次は地熱協会さんですねまずその2020年代から40年代にかけて新規に運転開始が予想される地熱の件数と出力なんですけど 会員企業さんへのアンケートのもとでの推計では、運海4件、計42.5メガワット、アセス建設移行案件がうち2件30メガワット含まれているということですで。地熱発電の推進に向けた取り組みとして、まず持続可能性確保ということで、えー、と地熱資源の十分な評価を行って、まあ、資源量に見合った開発規模の判断をすることは、まあ、持続可能性、い、えー、利用率の維持・向上に共有するんじゃないかということで、まあ、関係機会の要望として3つ挙げてますと。 1>, で1つはジョグメックの先導的資源量調査の拡充による、まあ、有望地点の発掘で。2つ目が事業者調査へのジョグメック助成の拡充ですね。これ原則6年の助成期間の廃止また延長と。あと3つ目がフィット対象外の既存地熱発電所の地調査、調査性等の周辺調査、えー、補充性、掘削へのジョグメックによる助成などということが挙げられています。で次に経済性向上として、まあ、この経済性向上、まあ、これは案件を動かすために必要なんですけど、そのためには、 生産量、規模の増大、利用率の維持、コスト低減、開発リードダムのタイムの短縮が寄与するということを挙げていて、そのためには5つあって、生産量規模の増大、これはジョグメックとかネドの技術開発施策に期待しているというところで、利用率の向上、これはジョグメック、これもネドの、えっと、ジョグメックネドの技術開発施策に期待していると。 で、3つ目はコスト削減ですね。で、4つ目は開発リードダムの短縮。5つ目は開発事例、自己事例及び新技術の情報共有と弊害ということで、それぞれ関係機関とか事業者に求めるところがあるというところです。で、地熱発電が遅延している理由というのは何かといくつか挙げていて、まず、ステークホルダーの理解取得が難しいと。まあ、地域理解が得られず、調査に取りかかれない地点もあると。だと、掘削リスク。 で昨今の,その資材高騰だとか人件費の増加によって掘削コストが上昇しているということで場合によっては調査開始判断地点の2倍超となるケースもあるということで12本の掘削結果を持って以降の調査を断念するケースもあるんじゃないかというところも言われていますで3つ目が自然環境の制約ということで、まあ、地熱制限は東北とか北海道九州の山間地に偏在しているということなんですけど調査地点がその機材搬入等の,その施設がその質な積雪地が多いということですね で積雪値っていうのは、やっぱり作業期間が5月中旬か11月末までしかできないので、それによって調査が長期化して、通常の2倍をするということもあるということが、えっ、ー、と、挙げられていると思います。3社目が、リアスプさんですね。リアスプさんの方から、再エネ大量導入、主力電源化の必要性ということで、まあ、2030年のエネルギーミックス、35年の GHG60% 削減、まあ、19年で比ですね。あるいは2050年、カーボンニュートラル達成などの脱炭素目標の達成に向けて、再燃のさらなる大量導入が必要というふうに提言します。 で、サプライチェーンを含めて再エネ100%を目指すこのグローバル企業が増加している中で、日本企業の再エネ電力の調達比率が一時低く、そのために、まあ、その日本企業がグローバルサプライチェーンから発生ないためにも再エネの導入拡大が必要と。で、一時エネルギー供給構成は、まあ、これまあ、日本は輸入化石燃料に大きく依存していて、輸出で稼いだ国宝を化石燃料輸入に予定て失ってしまう構造という悪循環が今で出ると。で、そのためにはそのエネルギー自給率を上昇に寄与する再エネ導入促進っていうのは、 エネルギーの安全保障だとか、電力市場の価格の安定化の観点からも必要なんじゃないかと、まあ、こういったことを彼らは言っているわけです。で、えっと、その大量導入とか主力電源化に向けては3つのアプローチがあるとしていて、1つ目が再エネを増やすということですね。でまあ、従来の開発方法やコスト間では再エネ的地が減少しているので、新たな取り組みを含めて再エネ導入拡大に向けた工夫支援が必要だと。で、再エネに対してネガティブなイメージがこれあるので、これを払拭して、これまで以上に地域と共生、共存する再エネ事業を形成する必要があると。 で特に洋上風力のポテンシャルをこう最大限活用できるよう、えー、適切な制度設計を進める必要があるというところ。で、二、えー、つ目は歳入を減らさないということですね。えー、これは出力制御を可能な限りこう減らして低減させて、再入の供給量をキロワットワーベースで増加させるための取り組みが重要と。で、フィット・フィップ期間の終了をもって事業体制してしまう事業者が増えることがま懸念される。中、これは彼ら2032年問題言ってますけど、まあ、事業継続に向けた適切な対策を取る必要があるということ。で、三つ目が再エネの市場統合と交付加価値化ということで、 今後の再燃主力電源化に向けて、再もこも市場統合され、再エネ事業者も電力システムに対し責任ある事業者として運転していく必要があると。で、蓄電池の活用も含めて、再エネ事業者自らが行動変容を起こし、再エネの安定供給や需要化のニーズに応じた適時適切な供給を追求する必要があるというと。そして、再エネの価値が適切に評価されて、 取引が活用される市場を形成する必要があるということを挙げています。で、この3つのアプローチを通じて、再エネの大量導入、主力電源化と安定供給の実現により、まあ、地域に根付いた、まあ、長期にわたり信頼される再エネ事業を推進していくということが宣言されています。で、その再エネのさらなる大量導入、主力電源化に向けた施策案として、この3つのアプローチにおいて、制度的に必要な措置について整理して提言されているというところです。で、最後4社目が電気事業連合会さんで、 まず、その再燃主力電源化に向けた電気事業者ですね。まあ、あの、電気事業連合会は、今回は、旧一般的事業者さん10社と電源開発さんで11社の提言ということになってますけど、えっと、まあ、第6次エネルギー基本計画では、再燃主力電源化と一定することは示されていて、電力各社でも再燃導入目標を掲げて、最大限の導入拡大を取り組んでいると。で、今後も、主力電源化に向けて、電気事業者として培った技術、経験、ノウハウを生かしながら、再燃の導入源の、最大限の導入を進めていこうと。 で、あと再エネの開発にあたっては、えー、各社、グループ内外の発電事業者、他業界のビジネスパートナー、国、研究機関等とも連携して取り組んでいくということが考え方として挙げられています。で、そのように電力各社における再エネ開発目標として、まあ、各社は、えー、とこれ、独自に開発目標を設定していて、それで主力電源化に向けた取り組みを推進しているということは、あのえー、各数値とともに挙げられています。 あと再年の長期安定電源化については、現在、この大量承認のほ、えー、まで、あ、卒フィット、卒フィップ等に係る事業集約化や、フィップ制度の活用促進など、再年の長期安定電源化に向けた議論が行われていると、でえー、と再年の主力電源化に向けて、長期安定電源化の論点は重要なものとして、その、えー、電子レンさんも理解していて、その事業の集約化については、今後、事業環境整備に関する詳細な検討が行われることとされていることから、引き続き議論の動向を注視するとしております。 再エネに関開発にかかる課題として大きく3つ挙げています。1つ目が安定供給の影響ということで太陽光とか風力とはやわれる変動性制作ですね、これは気象条件によって出力がこう変動するので出力変動に対する調整力を有する電源の確保とか DR などの取り組みを拡大する必要があるんじゃないかとあと電力系統における完成力とか同期化力の低下への対応も必要だというふうに言われています。 2つ目が電力コスト上昇の可能性ということで、電力系統の安定性を維持するために必要な系統コストの上昇とか、適地の減少による電源設置コストの上昇の可能性が示唆されています。で最後、3つ目が地理的・社会的制約ということで、再燃の適地不足とか、地域偏在といった地理的制約とか、安全面とか防災面に関わる地域の懸念の高まり、漁業との共生などの社会制約もあるということが懸念されているということで挙げられているということになります。では今回は以上になります、はい。本日もありがとうございました。